今から抽選ですけど、今日が120名前後ということで、まあ狙い台取れるかなっていう感じです。じゃあ抽選行ってきます。お願いします。あ、32、ありがとうございます。32万、取れます取れます。はい、入場です。お願いします。32番やけ、まあ取れるでしょ。空いてた、ここの角にします。皆さんおはようございます。デチャ編集部員の愛香です。今日は3話目の収録ということで、やってきたホールさんがメガフェイス1500宗像さんです。はい、抽選が終わりまして32番でした。そして、狙い台のミリオンゴッド神々の凱旋を取ることができたので、そちらで1日遊戯したいと思います。では番組タイトルいきます。愛香の人生に山あり谷もあり。ミリオンゴッド神々の凱旋実践始めたいと思います。どう、あ、がっくんした。ですね、メガフェイス1500宗像さんは九州編集部全員集合でお邪魔させていただいてるんですよね。全員集合でお伺いしたときに、まあ、凱旋を遊戯しまして、まあ、3台隣やったかな、10ゲーム3台隣の台で遊戯してたんですけど、まあ、朝一早い当たりもらって反発、そのお次天井、天井行ってなんと35連、まあ満枚じゃないですか。35連満枚いくでしょ。見てくださいこれ9967枚、あと33枚、あと33枚で満枚だったのに、もう本当悔しかったですよ。35セット目が1セット150枚、もう本当に本当落ち込みましたね。お、外れましたね。あ、その後何日か後の実戦で無事に万枚行きました。ありがとうございます。今日3話目の収録なんですけど、56、1話2話ご視聴いただきありがとうございました。もうたくさんいいねもらえてびっくりしてます。もうでももっともっと改善点はあるんですが、もちろんやっぱ回数を重ねないとですね。この間5月1日にこちらメガフェイス1500宗像さんで九州全員集合やったんですけど、それがダジマーさんが最後の九州編集部としての実戦で、それを最後に関東編集部へ行かれたんですけれども、まあ最後って言って凱旋打ってたんですよ、ダズマさんで、まあ、私も凱旋打ってたんですけど、で、まあ、お互い頑張りましょうねって言って
回線打って、で達磨さんが天井に行って天国2連終了最後なのにかわいそうな感じでしたよ。でまあ最後実戦終わってホールの外でこうフォロワーさんたちとわーわーこう喋ったりするんですけど、最後出てじゃあ飛行機あるからまたねって言って、もうそのまま実戦終わって足で東京行って、で次の5月2日にはもう出勤してました。田島さんめっちゃすごくないですか、もう次の日から出勤してるんですよ。二ほどきとかもあるだろうに、すごいなと思って。最後はフォロワーさんがね花束持ってきてくれて、田島さんにちょっと感動的でした。私去年1年間でゴッド何回引いたかなって数えたら33回だったんですよ。それで昨日、まあ、2018年まだ5ヶ月しか経ってないけど今何回かなと思って数えたら23回でした。なんかね5月ねめっちゃゴッドが引けて1日に3回引けたんですよね、この間。そういうので合わせて22回、もう去年の記録もうちょっとで抜けそう。285。あの私最近すっごい気になってることがあって、分かる人がいたら教えてほしいんですけど、最近あのタイリアの来店が増えて新幹線によく乗るんですよね。それで博多から乗って、まあ、大阪、新大阪までとか名古屋までとか、なぜか岡山の乗降率ってすっごい多くないですか。博多から、まあ、大体博多が始発で博多から乗ったら岡山でめっちゃ乗ってくるんですよ、人が。で逆に名古屋から博多に帰るときとか新大阪から博多に帰るとき岡山でめっちゃ降りるんですよ、人が。でもガラガラになっちゃうんですよ。なんで岡山ってすごい人口が多いのかなって思って、なんでなんやろっていうのがすっごいもう最近の気になることで、で友達にねえねえなんでさ岡山ってさめっちゃ人が乗り降りするとって聞いたら、いや岡山は空港がないけんみんな新幹線に乗るんよって言ってきたんですよ。でそうなんや、岡山空港ないけみんな新幹線なんやって思ってたんですけど、325。この間羽田から鹿児島飛んだんですよね。そしたら鹿児島行き、熊本行き、広島行き、岡山行きがあったんですよ。いやいや岡山飛行機飛んでるやんと思って、そだから空港がないからっていう理由ではないんですよね。空港あったし、なんでなんやろうなと思って、分かる人がいたらぜひ教えてください。なんでなんやろう、めっちゃ気になる。535。あ、リキさん、もう一個弓矢飛んでこず、あやった、とりあえず一個 G ストップ、もう一個、あーリップ5、やった。そしてもう一個、え、やばリップ6、うそやん、わーリップ6連した、やった。じゃあとりあえず GG2 つと G ストップが456、 G ストップが3つか、やった。はい、先に GG ですね。546。
にじいじい2セット消化します。いやリプ6連したな。やった大好きな G ストップが3回持っていけるよ。まあ、G ストップ得意っていうのやめました。好きな G ストップっていうことにしました。今カメラマンさんがリプ6連の確率調べてくれたら通常時15万分の1。すごい薄い。15万分の1か。ゴッド何回いけるかな。はい、1セット終了。311枚。リプ6なのでもう1個あります。はい、2セットで613枚ちゃんと順蔵通り取れてますね。はい、このあと3つ大好きなジューストップ。ちょっと G ストップ3つともなんとか射止めたいですね。はい、じゃあまず1個目。2個。お、2個きた。3。あー、もったいない。2個。1個か。1個目を無駄にしてしまいました。はい、2つ目。これはなんとか仕留めよう。2個。1個か。あー、1個。もう1個。よし、とりあえず1個仕留めました。これをね、伸ばそう。はい、何も乗せることなく3セット879枚。はい、これで最後1個の最後の1個 G ストップ、これも3回目何としても射止める。まずボタンください。よし、1枚。青、ボタンなし。また3。3でもいい。あー、ボタンなし。最後鏡なし。5。あー、というわけで G ストップ3つ中1個しか射止めれず
もったいないな。もしルプセンでも、ね、通ってればもう一個あるけど、なさそう。もったいないな。Gストップの先生やめてよかった。これでまた Gストップの先生って言い張っとったらどこがって言われる。Gストップが大好きです。以上。運動が悪い。運動が悪い。運動が。隣のフォロワーさんに順蔵ってバカにされた。ね、順蔵順蔵。今日はたまん。もうね、隣の台ね、昨日めっちゃやばいことになってるんですけど、昨日万枚出てて、で、昨日の初当たり19回で、GG が60回、初当たり19回ってやば。昨日打ってた人、楽しかったでしょうね。いいの。ありません。あの SGG 中の枠内ダイヤ2個ですねの抽選。ないか。ないと。ストックはなし。枠内履歴2個というか2回あったんですけどね、どっちも GG 当選してなかったと。とりあえず今の GG3 セットでまくりました。
今やっとプラス域に突入したところ、こっからもう1回2回か谷間を作ったんで、あとはもう一直線に伸ばすだけって感じですかね。200ゲーム突破、下皿がなくなりまかけてます。そしてグラフもちょうどプラマイゼロライン、せっかくまくったのにね。モードが全然上がってくれないな。そしてねリップさんもね今日1回しかしてないから、初当たりも1回やし、まあ通常以上にはいたと思うから天国まで上げときたいな。なんか引いた、何も引いてなかった。5回目、これは完全な526ゲーム。なんか引きました？引いてないですよね。外れでちょいちょい風が吹いてモードは上がってたけど何も刺してないですもんね。天国に上がっての謎当たりかな。よっしゃ526、なんとか持ちコインでいけました。伸ばすぞ。また飲まれてマイナス域に行っちゃったので、なんとか この GG で大丈夫。また93ゲームもある。できれば JD 中の G ストップが欲しい。今日1巻も96分の1引いてないですもんね。はい、何も起こすことができずに1セット終了。準備以上にいますね。34モードアップ、びっくりした。ゴッドチャンス、あかなな。残念。今の赤菜でもいいから欲しかった。通常時なのに。250、お、なんだよ。右上がり気なな。274、おー、煽りが
来てる。お、やっと上がりましたね。今ちょうど右上がり7から11。お、4回目。あ、5回目。え、6回目。274で引いた右上がり7。やっと早い段階で当たりました。290。よし、これで天国でもう一個乗ってほってほしいけど。もうの持ちメダルがあと片手で収まるぐらい。危な、追加投資する寸前。よかった。こっからまた1100枚、あ、1150枚か、1150枚まくらないといかない。あ、三枚役9連、それでもいかない。三枚役10連だけど厳しいなあ。行った、よし、今日初の GG 中の G ストップ、これはもうもらおう。 S、 残念、ボタンがないよね。ボタン来ない、なんだ、残念。最後に1枚、もう1枚 S か。ものにできずもったいない。あ、危な、単発で終わるとこだった。残り2ゲームだよ、危ない。1セット272枚。長っ。今ちょっと焦ってここのランプ見てなかった。赤7かゴッドですよね。どっち？やっといけた。やった。もう本当いけてよかった。今日見せ場なさすぎてめっちゃ焦ってた。よかった。消化します。あー、めっちゃ嬉しい。しかもめっちゃプレミアなやつ。チャンスボタンのチャンスボタン振動ロング、やったー。レアなやつでゴッド引けた、めっちゃ嬉しい。はい、セット262枚、あと4セット。お、いったかな、入ってない。2セット終了。
3セット目ひなの4連ひなの5連チャンス残念あすいませんさあ、4セット目お、いった。だいぶ前の3万役からここはものにしようあ、やった鏡なしからこれで6まであるよしよしお、ひなの4連お願いします残念はい、4セット1152枚あと2セットですねほい、5セット目ですお、ひなの4連来い残念今日ひなの5連下手くそよおあ、当たった外れからですねほーいこれで7まで断機なのはい、5セット終了ですあと2セットはい6セット目お、なになにに持ってこれる。よし。残念。ナビが来てしまった。お、いいよ。よし、一個。だからこれで7、8、9まである。でかい。今のは外したらいかんやろお行かず行かない終わるよ終わるよえいおあ最後のゲームで2個目よしよしこれで10までかラスト終わった6、7、8、9、10、10個10セットまで2個かよかったよかったはい6個目Gストップの分ですね次はハズレの分7セット目お、中断機なのあ、乗ったかなあ、暦だ暦
と3つですね。はい、はい、9セットあと2個。ラストです。はい、1セット目これで目に見えてる分が最後。はい、11セット3424枚、もう分かってる分のストックはありません。はい、ラストあとは、まあ、32まで様子を見ますかね。32、はい、何もストックループなしということで32ゲームまで回したので、キリがいいこの辺で実戦終了したいと思います。気になる結果はエンディングで。下から来ましたね。はい、では店内の状況を見ていきたいと思います。はい、絆コーナーなんですけれども、まあ、今だいぶ夕方過ぎなのでもう交換されている方もいらっしゃるんですが、ずっとグラフもみもみプラマイゼロラインを行っている台が多かったんですけれども、もう後半になるとドーンと伸びている台が多かったですね、まあ、一番絆が店内盛り上がってたんじゃないでしょうか。はい、そして最後に、北斗の拳転生ですね、転生がですね売っている方にお話を聞いたところ、まあ、天覇の上乗せゲーム数とかの確定系はないんですけど、朝一モード B の高解除、天覇突入率と直撃解除が優秀とのことで粘られている方が多いみたいです。目玉もねもう流されている方もいらっしゃるんですけど、お昼過ぎ頃まではほとんどの台稼働している台がほとんど出玉を持っているという状況でした。はい、実戦終了です。じゃあまず気になるグラフから見てみましょうか。こんな感じになりました。もうまさしく山あり谷間ありにふさわしいグラフですよね。最後にドカーンといってよかったです。もうね2話が全部引いちゃったので今回つまらない絵になるんじゃないかなと心配してたんですが、午前中はもう後半ちゃんと引くことができました。では収支の発表です。投資が1150枚、回収が3788枚、プラスの2638枚です。イエーイ、3連勝。私が打ってた凱旋なんですけど、まあ朝一あ、リプ6かリプ6連しての、その時のリプさん1回のみ、それ以降リプさんが1回も来なかったんですね。なのでしかもそのリプさんも刺さってなかったので、あとはまあ朝一リセットで降格行って、降格っていうか天国上がってたけど、まあその途中も天国行っては刺さらず落ちてという感じだったので、まあ設定的にはうーんっていう感じです。まあ後半にゴッと引けて伸ばせたので、まあ終わりよければ全てよしということでいいんじゃないでしょうか。で他の凱旋なんですけど、裏手に行ってる台が確認されてます。それとですね、私の隣の台がリップさん一発で G ストップ朝行ってて、また午後にもまたリップさんで一発っていうかリップさんで行ってたので、で初当たりも昨日19回引いてる台で、今日も私が辞めるときに12回かな初当たり引かれてたので、まあいい状態のまんまだったんじゃないでしょうかね。っていう、もう私が左にずれてたらもっと見せ場ができたかもしれませんが、まあよしとしましょう。はい、こんな感じで、山あり谷間あり3話の収録が終了しました。また4話目があるか分かりませんが、あった際はまたぜひご視聴よろしくお願いします。ではまたねー。